今年12月に開通80周年を迎える JR 豊肥本線が7月19日日曜日に阿蘇駅構内で第1弾イベントを行いました。観光列車阿蘇1962号の到着に合わせ、ホームでは阿蘇カドリードミニオンの子熊がお出迎え。阿蘇駅に降り立った観光客と記念撮影をしました。また阿蘇市観光協会からはシャンプーやタオルの入った内の巻温泉セットが手渡されました。車内では阿蘇1962号のヘッドマークのロゴシールやお菓子が配られ、観光列車を利用した乗客は思わぬプレゼントに喜んだ様子でした。